はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第216回でございます。今回はテーマが50日でこんなことやりますという話をしていくんですけど、今日投稿してるのが11月12なので、今日合わせるとね、今年ってちょうど50日なんですね、残りが。そうだから、残り50日、まあ、年内中に、ハイチこんなことやりますよっていう、まあ、業務連絡ですね、はい、をしていきますので、まあ、よかったらねお付き合いください。じゃあ行きましょう。で、まあ、今回下にね、書いてあるんですけど、まあ、左から行きましょうか。まず、塾イベ、まあ、塾でのイベントですね。これは前にも話しましたが、今月と来月の2回、ある埼玉県の塾さんで、ちょっとね、実際にそこに通われてる方に勉強を教えたりとか、まあ、ちょっと話をしたりとかね、そう。で、希望があれば面談したりとかっていう、ちょっとイベントをやらせてもらいますので、まあ、それをやりますよと。で、一応動画にする予定なので、まあ、許可もいただいたからする予定なんで、12月中に編集して投稿できたらなと思っております。ちょっと取れ高がどれだけになるかわからないんで、ちょっとね、なんとも言えないとこもあるんですけど、まあ、そんなことがありますよと。まあ、個人的にはすごい楽しみですね。実際に子供たちに教えられるのは、いやーもう、はいすごい楽しみなんで、まあ、ちょっとひとまず楽しんでいきます。で、次手紙なんですけど、これ先々週かなのダラダラジオでちょっと話した、今年ね、今まで前やったことがある、その年賀状を書くっていうイベントじゃなくてね、ちょっとなんか、まあ、プレゼント企画っていうとさ、なんかプレゼント企画ってもう、なんだろうな、DS じゃねえや、任天堂スイッチとかさ、プレステ4みたいなのあっちゃうかもしれないんですけど、そう、自分そういうのあげれないからさ、だから、まあ、手書きのものを送りたいなと思って、年賀状って思ったんですよ。ただ、その発表した後に、ちょっと何人かから言われたのが、そのうち喪中なんで、できたら手紙とかのが応募できるんですけど、みたいな言われて、そりゃそうだと。そう、実は去年と一昨年俺が喪中だったんだよね。そうで、年賀状書けなかったんですけど、だから年賀状じゃなくって手紙を送るっていうのをやります。で、これはまだちょっと正式に決まってないんで、いつを書きますとか、どんな応募方法にしますとか決まってないんですけど、一応動画で振るつもりです。この手紙に関しては。だから、その動画が上がってから、まあ、いつものメールアドレスにこう応募していただいて、まあ、多分ね、3人ぐらいだと思うんだ。今まで手紙送ったやつ何回かやってるんですけど、やっぱり一つの手紙を書くのに自分1時間とか2時間かけて書くんですね。そう、なんか、すげえこう、ちゃんと書きたいって思っちゃうと時間かかっちゃって。だから、多分3人か、行っても5人ぐらいしか書けないと思うんですけど、まあ、またやりますので、よ、興味あったらね、ぜひ。応募してもらえたらと思います。はい。で、次が、質問コーナーと、あとリクエスト。ここはまあ似てるところになるんですけど、おかげさまでこの前、ちょっと前にですね、総再生回数が1億回に行きまして、で、今年のね、目標はチャンネル登録者30万人が目標なんですけど、今ちょっと見るから待ってね。今撮ってるね、今日その当日12日の夕方に今撮ってるんですが、今の登録者数が29万6000ちょっと6073人ですね。だからあと4000人で30万人行くことができます。あとまだね行ってないですけど、でも本当に登録してくださってる皆さん、そしてね普段動画を使ってくださってる皆さん、本当にありがとうございます。まあその俺はまた別で言うからね、言うんだけど、まああと4000人で行くので、おそらく、今年中には達成できると思います。あのね、YouTube ってたまに登録者ががっつりなんか整理されるかわかんないんだけど、減る時期があって、それ多分ね、11月被りそうだから、ちょっと一回減ってみたいなことが起こるかもしれないけど、まあ、今月、早くて今月中、遅くとも来月中には絶対行くと思ってるので、まあその10億回じゃない、1億回と30万人の記念を兼ねて、質問コーナーとリクエスト動画を撮ろうかなと思っております。ただですね、自分、そういうのやっても、質問って勉強の質問がやっぱ多いからさ、そっちはめっちゃ来るんだけど、その他の質問、こういうのや、なんだろう、プライベートのってことね、の質問とか、あとこういうのやってくださいっていうリクエストあんまり来ないんで、多分一本の動画、まとまってね、一本になっちゃうと思うんですけど、まあ、これやりますので。で、去年の12月に一回やってるんですよ、俺。そう、ちょっとそういう感じの、すげえダダ滑りしてるんだけど、これ今回のダラダラジオの最後にリンク貼っとくから、見たことない方見てみてください。いや、なんだろう、温かい目で見て。結構滑ってるから。そうそうそう。で、まあそういうのやりますんで、またね、それも詳しく決まったら、発表、やります。やることは決まったんだけど、そう、詳しいことはまた別の動画で発表しますので、
ぜひね、ぜひ送って。できる限りのリクエスト答えるからさ。そう。質問もね、できる限りのことは答えますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。で、最後、家庭教ですね。家庭教師なんですけど、これ、ちょっと前から、やろうかどうか迷ってた企画なんですけど、やることに決定しました。これは、その通り、家庭教師イベントということで、家庭教師に、私、配置行かせていただきます。で、ただこれはですね、これ先に言っとこう。これは、動画で告知をしません。はい。これは、ツイッターのみの応募というか告知をする形になるので、まだ、応募方法とは決まってないから、まあ、今週か来週、遅くとも来週中にはね、詳細発表できると思うんですけど、まあ、実際に伺って、で、もちろん、顔は出さない状態で、だと思うんですけど、まあ、それが、まあ、マスク着用かわからないけど、動画を撮らせてもらえる方限定にはしようと思ってるから、かなり狭き門になると思う。応募に関しても、ほとんど狭き門じゃない。ほとんど応募来ないと思ってるんですけど、ただまあ、状況を見てね、どういう撮影方法、まあ、撮影するかどうかもちょっとわからないですけど、まあ、やってみようと思います。これは、ずっと昔からやりたかったので、まあ、30万人行った、自分へのご褒美として、誰得だよって話かもしれないけど、ちょっと実際にね、すごくやりたかったことなので、正直ね、その、塾のイベントが決まる前に考えてたことなの、家庭教に関しては。とにかく、ユーザーの子に教えに行きたいっていう、直接教えたいっていう、普段使ってくれてるユーザーの子にね、思ってて。で、まあ、その塾のイベントが決まったから、直接教えるっていう欲求は確かに満たされる、そこで。そう、達成できるんだけど、でも、やっぱり普段動画を見てくれてる、ね、見てくれてる方に教えに行きたいなと思って、そう、ちょっとやらせてもらいます。はい、なので、ひとまず残り50日で、その5つですね、やっていこうと思っておりますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。で、あとさ、来年、まあ来年はまあ、そんな喋んなくていいんだけど、ちょっとそろそろね、ちょっと習い事習おうと思ってて、何か。そうなんですよ。なんかね、運動系をね、習いたいなと思ってるんですけど、それを来年のプチ目標、まあ目標には掲げないけどね、個人的にちょっと目標にして、なんか習い事やりたいなっていうふうに思ってるんですけど、最近ちょっと興味あるのは、和太鼓をやりたくって。そう、ただね、自分の住んでる地域にね、なかなかないんだわ。できれば、もう個人レッスンで教えてくれる先生で、いや、もうできれば動画にしたいじゃん。そうそうそう。そう、和太鼓すごい好きで、自分。そう、叩いてるの、見るのが好きなんですけど、叩いたことはないから、ちょっとやってみたいなってすげえ思ってるんですけど、まあ気持ちはね、こう変わっていくのでどうなるかわからないですが、まあひとまず今年50日、まあ、ね、残り駆け抜けて、で、2018年か、もうね、いいスタートが切れるように、まああと50日頑張りますので、ぜひぜひお互いね、頑張っていきましょう。はい、ということで、完全な業務連絡でございましたが、今回はね、50日でこんなことやりますというテーマで喋らせていただきました。今回もね、本当に最後までお付き合いいただきありがとうございました。では、次回は、まあ、質問もね、なんかすごい数の質問を今日々いただいてるんです。本当に皆さんありがとうございます。で、できる限り顔出しとかプチ相談で答えていく形にはなると思うんですけど、まあ、そこに、まあ、乗らなかったものとかもここでね、答えていこうとは思いますので、また次回、今度は、まあ、本当に相談答える方なのかわからないけど、次回何か喋りますので、もしよかったらそちらの方もぜひね、聞いてみてください。では、こんな、こんなじゃない。今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。